こんにちは、スプリングです。私は今北海道ピップ町、この向こうにある線路が宗谷本線の線路です。いや本日ね、稚内から、ソヤラセル追っかけてきましたが、まあ、それのね撮影は一旦終わったんですが、今度ね旭川の方から北に上がる分がやってまいりますので、じゃあそれをね撮ってみようかなと思っております。もうちょっとかな。いや久々に青空を見ましたが、晴れるかな。晴れたらかっこいいと思うんだけどな。というわけで撮影地に到着でございます。このようにね道の、このオーバークロスの下なんですけども、まあこう見る限りちょっと線路が見えておりますので、雪はかかなさそうですね。もうどんな状況になったらかくかかかないかもわかるようになってきました。そして向こうの方、ランル駅の方から列車がやってきます。後ろの方は山見えてますね。大雪山かな。さあそして枝の向こう側、ラッセルがこちらにやってまいります。まあこれは多分雪かかないだろうね。晴れそうだと思ったんですが雪がまた降ってきました。そして、こちらの方にね、D15 ラッセルがやってきますよ。まあここでねあまり雪をかくところはあんまり見たことないんですけどね。まあつい先日ですけど、この北海道ものすごい雪が降ってたようで、その時にはここでもねもうものすごい雪をかいてたようですが、いやー羨ましいなと思う限りでございます。さあそして列車こちらにやってまいります。まあもう線路がね完全に見えておりますからね、本当にちょろがきですけどね。まあしかしながらウィングは開いております。いやーちょろがきでしたね、こんな感じになりました。いやーちょっとこの前までねものすごいいっぱい書いているラッセルを見てたので、ちょっと寂しい感じはいたしますが、まあ取れただけよしにしましょう。というわけでね、そこから移動いたしまして、こちら関北本線の愛別駅のあたりになりますね。ちょっとこのような感じでサンピラーが出ておって非常に綺麗なんですけどね。いやーしかしながらこの旭川地域、この時あんま雪がなくてね、これ書くかな微妙だなと思いながら待っております。この次の日はものすごい雪降ってたんですけどね、やっぱこちらもね線路が見えてしまっておるので、これも買い雪かなーなんて思いながら列車を待っております。次の日はおそらく結構書いたと思うんですが、さあそして時間になりまして、奥の方からもうそろそろ伏線型ラッセル、関北本線はね、単線型ではなく、伏線型のラッセルが入ることになっております。ですのでね、一番前の先頭の形状が変わっております。やってきましたね。ここはずーっとまっすぐね、やってきますので、先頭目の前でね、写真を撮ることができます。目の前というかずーっとこっちに、列車が来るような感じでね撮影をすることができます。いやーしかしこれは見る限りウィング開いてないですよね。ウィングを開くとね、これもっと左側にねバッと広がるんですけども、これは閉じたままやってきてしまいました。まあ、雪はちょこちょこなんか書いてはいるんですけども、あー残念だねこれ。やってきましたのろっこ色でしたね。というわけでね、正面の方撮影をしておきました。まあ一応ねこの足元にあるような雪はね、これ書いているんですが、もっとこれウィングを開いてほしかったなというのが正直なところです。やっぱりなんかこれだけじゃ転がってるような感じでね撮れてしまいましたので、あー残念だなというような感じですね。というわけで列車進んでいきました。まあしかし撮れただけでも良かったんじゃないかなと思いますけどね。というわけでこの後はね、これから先上川駅というところにもね泊まりますので、20分ほど泊まってたのかな、その間にちょっと撮影をしてきましたので、こちらちょっとまた別の動画にしようかなと思っております。いやもうこの北海道はね16時ぐらいになると暗いですからね、冬場ですよ。まあですので、まあこれ確かまだ17時前だったと思うんですけど真っ暗ですよね。まあこの中でね一脚を使ってバルブ撮影をしようかなと思っております。いやノロッコ食結構ね毛嫌いされているようですけど、まあ全然ね私からするともう最高ですよね。まあこのようなラッセルが見れるだけでも非常にありがたい、喜ばしいことだなと思っておりますが、これをねまた次回撮影をしていこうと思いますのでね、ご覧いただければなと思います。この日は D15 の
なんぼでしたっけ、15345機か、こういうようなものがね、運転をされていたようです。まあ、この石北本線のラッセルに関してはもうそろそろ新型車両に置き換わるようですので、まあ最後に取れてよかったんじゃないかなとも思っております。まあちょっとこういうような細部のね、ちょっと紹介であったりとか、まあいろいろね見てまいりましたので、そちらも含めてね、ご覧いただければなと思います。というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。